はい、どうも皆さん、ケジオです。天神やっていきます。前回は、まあ、大きな変化がありまして、欲しいイベント、ゲットすることになって、まあ、付き合ったってことでいいよな。多分こっちからの認識としてはもうそういう認識で勝手におるんやけど、まあ多分リホコちゃんと純一くん、まあ、リホコちゃんの中では多分そうなってると思うよ。でも純一くんはまあなんか友達以上恋人未満みたいなね、ちょっと進んだ関係になりましょう的なやつやと思うんやけど、まあもう付き合ったと言ってもいいでしょうこれは。うん、でそれをしてから次の日の朝イベントがあるので、これってあのイベントちゃうかなって思うんやけど、ちゃうかな。なんか体育館というか確か体育倉庫であるんよ、リホコちゃんといえばみたいなイベントが。これかな、ちょ分からんけど見に行こう。うん、お、あー違うかな。あ、調子はどうだ。嘘やん。話しかけただけで。びっくりするんやけど。うん、ね。ん？なんだ？あの日、他にも手紙をもらってたの。それはええやわ。ラブレターもらうのだけでも初めての経験なのに。おお。いつ一緒になんて。夢かと思っちゃったよ。森島先輩並みにもらってるやんけ。もう一通って本命っていうか本気の？わかんない、あなたの手紙に盛り上がってたから。まあそれはしょうがない。うん、そうか。あ、でもそうするともう一通の差出人は待ちぼうけか。うん、それが後で謝りに行こうかと思ったけど、あ、名前も書いてなかったし困ってるんだよね。じゃあええやろ。名前書いてなかったやし、それは仕方ないかな。その誰かさんには悪いけど、しゃあないしゃあない、切り替えて。うん、あんなことがあった後なのに思ったより普通に話せるな。そうそう、かなえちゃんに会ったんだけどね。あの時のこと、僕の取り越し苦労だったってことか。おう。でもこれじゃ前の関係とあんまり変わってないような。ねえ、聞いてる？ちっか。近すぎてほとんど見切れてるやん。急に近づくな。聞いてるってかなえさんの話だろ。聞いてないじゃん、かなえちゃんの話はもう終わってるの。そうじゃなくて、あれ違った。あ、一応先は話してるんかこれ。柔らかそうな唇。あの唇が僕の唇と。お前そういうの結構わかるんやぞ、相手は見てると。感触を思い出してしまった。どうしたの？なんかぼーっとして。大丈夫？風邪とか。リオコちゃんは気づかん？大丈夫だって。あ、早く行かないと。え、もうそんな時間？ちょっと用事があるんだよ。あ、そっか、じゃあ急がなきゃね。またな、リオコ。ふう、ちょっと焦ってしまった。少なくとも僕には変化があったみたいだ。ははは。まあ。なんというか、意識はするという感じかな。でどうしよっかな。昼1回、放課後1回って感じにしようかな。多分これもう1個放課後やと思うんで。
でも確かに会話は全部埋まってるはず。うん。だからもうサクサクと、はい、行きまして、これも埋まってる。はい、埋まってる。で、埋まってる。完璧やな。この間の話、もう一度聞かせてよ。あ、ここはまだか。ほら、あの…やっぱり面白いな。また聞かせてね。で、ここね。いや、でもあそこのエッチ気になるんよな、マジで。余裕があったらみたいな、これは。うん。まあ、ということで、アタック行こう。まあ、爪切りのイベントやんな。爪を切った時のリオ子の生足が忘れられない。はあ。もう一度あの姿を。そうだ、リオ子。何？爪を切ってあげようか。まだ伸びてなくない？え、本当？あ、伸びた？それじゃあお願いしようかな。爪伸びんの早いね。じゃあ早速部室に。足の爪ってそんな頻繁に切る？あー、でもまだ爪伸びてないかも。うん、どう？さすがに伸びてないと思うよ。やっぱりこのアングルは純一くんはこれさえ見れたらいいから。うん、やっぱり伸びてないな。だよね。あ、一瞬。あ、誰か別の人の爪を切りに行く？それはなんか嫌やな。別の人って？うちの先輩たちはどうかな？なんか嫌や。先輩って、ゆずき先輩とひば先輩か。うん。それは、命が惜しいからやめておくよ。そう？それに、リホコ以外にこんなことできないよ。そっか。ああ、いいじゃない。いいじゃない。よくよく考えるとリオ子の爪を切るのもおかしい気がしてきたな。やっと気づいた。うん、深く考えるのはよそう。なかなか人の爪って切らんのよ。やっぱそこか。だからあと一個あれあるんよな。あのなんかマリトッツォの、え、うん、マリトッツォみたいなやつの下にあるやつ。うん。は？あー、鼻血か。鼻血のやつや、これ。まあ通り過ぎんならちょっと、まあ連れていこうか。はい。うん。まあ一緒に行ってあげるよと。いいって、いいって。保健室に行く途中で貧血になって倒れるかもしれないだろう。女子のスカート見て鼻血拭いたやつやんな、こいつ。あ、ありがとうございます、ヒュー。よし、それじゃあゆっくり行こうか。別に鼻血出てもそんな語尾にはならんくない？普通に喋れるやろ。あ、こっちはやつじさんか。なんでなん。何、人に親切にしたらやつじさんはダメなん？やばいやばい。だってこれさ、あやついさんのルートしてなかったら、あやついさんただの冷たいやつやで。まあ、あやついさんのあのね、裏の顔知ってたらまあまあなんとなくわかるけど、まあわかりたくもないけど。いや、でも怒りはせんやろ別に。人助け。あー、そっか、そういうのあんまり好きじゃないか、あやついさんって。うん、おお、びっくりした。襲いかかっていた。ねえ、ちょっとお話ししない？あー、これそっか、あれの後か。どうしたの？
ちょっと顔赤くない？な、気のせいだろう。そうかな。とりあえず話をそらそう。さっきお前生足見たやんけ、リホコちゃんの。でまあ勝手に進んでいって、放課後デート、あれか、なんか昔の話をする感じやったっけ。1回目が近所の公園行ってリホコちゃんのお母さんになんか会って、で2回目でなんか近所の隣町の公園行って昔の思い出を話してみたいな感じだったはずやから、今回もそれ系かな。うん、そろそろ帰るか。そうだね。今日はどこに行こうか。商店街行かない？ほう、じゃあそうしようか。あ、いつものとこね。今日はどうしようか。あ、あれあれ、どれどれ。ね、ちょっと見ていこうよ。あのお店の飾り付け綺麗だったね。もう年末だしお店も気合い入ってるな。ほんと、見てるだけでも楽しいよね。そんな感じでリホコと商店街を見て回った。あー、なるほど、終わりか。なんか最後のやつって結構あっさりしてるよな、こういうデートイベントって。なんか爪切りイベントもあっさり終わりそうやな。はい、ということで今回はここまでですかね。次回はまあ日曜日は飛ばしていいかな、日曜日飛ばして月曜日からやっていこうかな。そやな、はい。で今回はまあ星イベントっていうか、まあ一歩進んだ状態からの次の日ということで、まあなんかそんなにかな。うん、まあ純一くんがちょっと気にしてるぐらいやったんで、そこまで、まあ、変わりはなくっていう、感じで、まあまあまあ、そういうの次回以降どんな感じになっていくのかっていうとこかな。純一くんの意識がどうなるかよな。まだちょっとやっぱ慣れてないからね、こういうのに。まあリホコちゃんは多分ずっとね恋心は抱いてたからそんなに変わってないと思うんやけど、まあどうなるかお楽しみにということで、今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。